ですよね。中川ここも縦抜け出して1対3になりました。来日初ゴール、エジガルジュニオ。最後はエジガルジュニオ、サイドからも攻め入れて中央からも行けるという、まあ、うまく抜け出しましたし、人がいてもやっぱり技術高くてつながれるともう足が出ないですよね、ガンバのディフェンダーも、はい、シュートテクニックもありますよね。そうですね、はい、ここ抜けでワーストタッチでうまく抜け出してあとは浮かすだけという、落ち着いてましたし、キーパーの動きもよく見えてました。いやいや新戦力揃い踏み。